前の部分が大きく壊れたバス。フロントガラスは粉々です。今日午前3時ごろ、新城市牛倉の新東名高速下り線にある長篠設楽原パーキングエリアの入り口付近で、東京池袋発大阪梅田行きの夜行バスが走行中の大型トラックに追突しました。夜行バスには乗客と運転手ら合わせて38人が乗っていて、このうち男性運転手と交代要員の男性乗務員の2人が足を骨折する重傷。乗客の男女2人も病院に運ばれましたが軽傷だということです。夜行バスはこのパーキングエリアで運転手の交代をしようとしていたとみられていて、警察はバスのドライブレコーダーの映像を解析するなどして事故の原因を調べています。